1分勝負ステップアップドリル。今回ご紹介するドリルはですね、粘点差を感じるためのドリルになります。ご自宅に 1.5 ぐらいのペットボトルでいいので、そちらを利用して水を半分ぐらい入れていただいて、粘点差を感じるドリルをしていただきます。中腰、スタンスを取っている状態で半分からでいいので、しっかりと腰を回しながら動かす、腰を動かしながら回していく。これをですね、手だけで行ってしまうと下がってしまったり上がってしまったり、レベルの平行が取れなくなるので、しっかりと腰を回しながらですね、粘点差を作って回していく。このようなドリルをすることによって、しっかりと粘点差を感じつつ、クラブの重さを感じながら振ることができるので、ぜひ試してみてください。